仙台都市圏は仙台市を中心市とする都市圏である。宮城県が指定する広域行政推進地域としての広域仙台都市圏は14市町村からなり、総の人口は約153万人である。また、都市雇用圏の指標での仙台都市圏人口は約157万人、域内総生産は5兆4142億円である。 1.5%都市圏の指標での都市圏人口は約229万人となる。宮城県行政区分地図代々、広域仙台都市圏宮城県は県内を7つの地域に区分しており、仙台市とその周辺地域は広域仙台都市圏として区分されている。この広域仙台都市圏に含まれる自治体は富谷市、大和町、大里町、大平村、 塩釜市、多賀城市、七ヶ浜町、陸町、松島町、仙台市、名取市、岩沼市、渡里町、山本町である。この都市圏の人口は約153万人であり、これは宮城県全体人口の65%を超えるものである。宮城県は仙台地方振興事務所により管轄し、厚生市町村は 仙台都市圏広域行政推進協議会を組織している。近年、仙台都市圏は、大宇山脈を挟んで隣接する山形県の山形市を中心とする村山地方との間で密接な関係を築いており、双子都市の様相を呈している。仙台都市圏と山形県村山地方が構成する仙台山形交流連携促進会議は、 この広域仙台都市圏の枠組みで参加している。以下に現在の広域仙台都市圏にあたる地域の国勢調査人口の変遷と最新の推計人口を示す。この定義では仙台圏の範囲は一定。ただし仙台市は合併により地域が拡大し仙台圏に占める面積比率が増大している。仙台圏の人口は年々増加しているが、 1965年から1995年にかけては5年ごとに約10万人ずつ増え増加が顕著である。仙台県に占める仙台市の人口比率は1920年には4割弱だったが仙台市の都市化と合併による地域拡大などにより昭和40年代には6割強まで増加した。しかし、 市外のベッドタウン造成が活発になると1970年をピークに減少し始め、ドーナツ化現象を呈するようになった。仙台市の合併、政令指定都市化によって1990年には7割強になるもドーナツ化現象は続いた。2000年代に入ると都心回帰の影響もあって、仙台市の比率低下に歯止めがかかり、さらに東北地方太平洋沖地震の後には、 被災地からの流入により比率上昇を停している。宮城県に占める仙台県の人口比率は、1920年の3割強から長期的に増加傾向が続いている。終戦後、仙台空襲で、機能低下に見舞われた仙台市が、経済的混乱に陥る一方で、第一次、ベビーブームにより、県人口は貯蔵を停止、仙台県の比率は一時低下した。 高度経済成長期に入ると、主に首都圏への集団就職や出稼ぎにより、県人口が微増に止まる一方、仙台県の比率は上昇し続け仙台県への集中が始まった。高度経済成長が終焉すると、首都圏への流出減少と、第二次ベビーブームなどの影響で、県人口が増加しつつ、仙台県の比率も高まる傾向となった。バブル崩壊後は、 宮城県の人口が停滞する一方、仙台県の人口比率は上昇し続け、仙台県への一極集中の様相を呈している。かつての仙台都市圏内は、仙台市から塩釜市にかけて、都市軸が形成されていたため、千円とも呼ばれたが、都市圏構造が変化し、特に仙台市の政令指定都市化後は、千円と呼ばれることはほとんどなくなった。宮城県仙台都市圏園。 仙台市域にあたる人口仙台市都市雇用圏の指標による仙台都市圏金本義儀らによる都市雇用圏の基準では、それぞれの市町村の通勤者のうち10%以上が中心市、または定時の郊外に通っている場合、都市圏を構成する市町村とみなす。この基準において2015年時点の仙台都市圏 の人口は約161万人で2005年時点でこれら都市圏内の市町村から仙台市に通勤・通学する者は約10万人に上る。この基準では上述の広域仙台都市圏に柴田町、大河原町、村田町、川崎町が加わる。この指標による都市圏面積は2236平方キロメートルである。通勤率が 最も高い自治体は、富谷市の48.4%である。以下は、通勤率上位10の自治体である。都市圏の変遷以下に、都市雇用圏の変遷を示す。この定義では、通勤者の職場の位置や居住動向によって、都市圏の範囲も面積も変化している。5%都市圏の指標による、仙台都市圏の人口は約182万人。 市町村名は二千年国勢調査時点のもの。仙台市、塩釜市、多賀城市、七ヶ浜町、岐阜町、松島町、富谷市、山都町、大里町、大平村、名取市、岩沼市、渡里町、山、元町、柴田町、大河原町、村田町、川崎町、小五田町、南郷町、枠屋町、田尻町、古川市、三本木町、 鹿島大町、松山町、鳴瀬町、山本町、セミネ町、鹿間町、白石市、角田市。総務省による都市圏では1.5%の通勤通学率が指標になっている。この定義では仙台市の1.5%都市圏は仙台大都市圏とされている。この都市圏の人口は約229万人で、 総務省による日本の都市圏では7番目の規模である。1995年国勢調査に基づく仙台大都市圏は、大ね JR 仙台駅を中心とした半径 50km 圏から山形県、村山地方を除いた範囲だった。すなわち、県北山間部、栗原県、富県、三陸海岸地域及び七か宿町を除いた宮城県全域に、 福島県浜通り北部を加えた範囲だった。2000年国勢調査に基づく仙台大都市圏の人口は218万6397人。2005年国勢調査に基づく仙台大都市圏は唐桑町、気仙沼市、元吉町、南三陸町、女川町、鳴子町、七日宿町の一四六町を除く宮城県全域に福島県の新地町、 相馬市の一市一町を加えた範囲となり、人口は2289,656人となった。鉄道は東北本線仙台駅を中心に放射状に伸びる、環状方向の接続はない。JR 東日本の IC カード、スイカの利用可能区間が概ね都市圏に重なるよう設定されているが、2009年春以降、スイカ利用可能区間が 福島県方面へ拡大され、さらに2016年3月26日からは、仙台市交通局の IC カード、アイクスカとの相互利用が開始されるなど、鉄道利用における仙台都市圏の範囲が広がりつつある。スイカ利用区間、スイカ利用可能区間は仙台エリアとして表記される。基本的に仙台都市圏内の JR 線は全線スイカに対応しており、さらに、 5%都市圏程度までサービスされている。仙山線は仙台市内を走っていても、愛好駅奥新川駅間では、区間としては、追加導入が見送られているが、これは、同線の愛好駅異性がだんだんと大宇三宮区の谷沿い及び山岳区間に入っていき、また、人口密度が低くなっていき、利用者実数が少ないためであるただし、愛好駅伊東と佐久並駅、山寺駅、 山形駅の各駅相互ならば利用できるようになっている。また、2007年3月18日に開業した仙台空港線でもスイカが利用できる。しかし、同日に首都圏の主な私鉄、地下鉄、バス事業者が導入したパスモは、おおむね1年をめどに相互利用ができるように準備を進めていて、当面、新潟地区と同様に利用できなかったが、 2008年3月29日より利用可能となった。なお、仙台丸ごとパスという仙台市とその周辺の JR、仙台空港線、地下鉄、バスを2日間乗り放題できるチケットがある。この切符の利用可能範囲は、スイカのそれより狭く観光面での仙台都市圏の範囲を示している。仙台都市圏の高速道路網は、一環上五放射になっており、 都市高速道路と似たような役割を持ち、仙台経済圏のインフラとして機能している。環状高速道路放射状高速道路現在、仙台市都心部から、この高規格道路網へのアプローチとなっている自動車、専用道路は、無料の仙台西道路のみである。仙台西道路は、都心にある、広瀬2のランプから、地下トンネルで二層構造の中の瀬橋下層に入り、 青葉山トンネル経由で東北自動車道の仙台宮城 IC に至る。将来的には都心から東方面、北方面、南方面への自動車専用道路によるアプローチ構想があるが具体的な計画には至っていない。高速道路の企画札幌や仙台、新潟など冬季に積雪や凍結に見舞われる都市では 都市高速道路の道路規格で都市内高速道路を作ることができない。いわゆる都市高速規格の狭い路肩の幅では、除雪した雪を置く場所がなく、凍結時のスリップに対する遊びが少ない。そのため、路側帯が広い第一種で作る必要があり、結果、都市高速が存在しない。豪雪地帯指定の札幌都市圏や新潟都市圏では、除雪した雪が置ける様。 一般道の高規格化や旧日本道路公団による高速道路によって都市高速の代わりにしている。豪雪地帯指定を受けていない仙台の場合は積雪よりも夜間や早朝の凍結の方が問題であるため除雪した雪を置く分を考えた広い路側帯はあまり必要ではない。しかし凍結時のスリップに対する遊びのため ある程度路側帯の広い第一種三級企画が宮城県道路公社の建設した高速道路で用いられている。その他、旧日本道路公団が建設したものは全国標準企画の第一種一級二級企画で作られているが、いずれにせよ都市高速企画である第二種は採用していない。仙台にあるマスメディアはほとんどが東京キー局の番組を放送したり、 通信社などから情報を得ている。特に、テレビは、東京の番組に、ほぼ占有されているため、仙台都市圏の情報は、紙メディアと、ラジオが、主力になっている。ただし、テレビと、ラジオについては、東北の地方キー局としても機能しており、東北6県向けの番組を制作、創出している。以下、地元制作番組や、紙面が多いメディアを列挙する。 仙台都市圏の情報を最も多く発信しているメディアは、下北新報である。長官、有官、ウィークリーなどを発刊し、それぞれ紙面割を工夫して、多様な読者層を持つ。また、東北地方全県を販路とするブロック市であるため、仙台都市圏の情報を東北地方全体に発信する役割も持つ。次に、重要なメディアは、プレスアートが発行している。 数々の雑誌である。仙台市には公営競技場が存在しない。1960年まで現在の大白区東群山に地方競馬としての仙台競馬場が存在したが廃止されている。宮城野原総合運動場の宮城自転車競技場は競輪競技を開催できる仕様であるが開催権を得られなかった。そのため、例えば中央競馬のファンは 県外の競馬場に出向く必要がある。また、場外馬券売り場などを設置しようとする業者が現れると市民団体を中心に反対運動が起き、過去何度も話が立ち消えになっている。このような仙台市民の公営競技アレルギーとも言える反応のため仙台市内には場外売り場は存在しない。ただし、パチンコ店の店舗数は他都市に比べ多い。 モータリゼーションの発達と各競技の場外投票券売場の展開に合わせて仙台市以外の仙台都市圏内に場外売り場が設置されるようになり仙台市中心部などから無料送迎バスも運行されている現在はインターネットでも投票券が買えるようになったので仙台市内に場外売り場を設置する動きはない以下に場外売り場を列挙するボートピア 川崎以外のすべての場外売り場が仙台北部中核工業団地の周辺に集積している。仙台北部中核工業団地は東北自動車道大和インターチェンジを中心としてその周囲に広がる工業団地であり仙台市の北に隣接し宮城県内最大の観光地松島の西隣にある。仙台都市県内には温泉地を2つ有し、 プロスポーツチームも三つ用し、年中街を舞台とした屋外イベントが開かれる、アミューズメント型としかした仙台市があるが、何と言っても、全国的に知られた観光地は、日本産経、松島である。同様に、日本産経、秋の宮島を有する広島都市圏と非常に似た都市圏構造となっている。しかし、仙台都市圏の観光は、広島都市圏と比べると少なく、 外国人観光客も少ない。ただし、明治時代から外国人が居住する高山外国人避暑地が七ヶ浜町に存在する。北東北三県合同の積極的な観光政策により、北東北で韓国人観光客などが急激に増えたのに刺激を受けたこと、仙台空港に台北便が就航して利用者の7割が台湾人旅行客で埋まり、 外国人にもアピールできる観光資源がこの都市圏にあること、台北の継ぎなどで東南アジアからの観光客も増えてきたことなどにより、最近になって積極的に外国人観光客誘致をする様になってきたが、まだまだ他人任せな状況に止まっている。仙台都市圏が属する南東北の観光、レジャーについては、南東北気候とレジャーを参照。ありがとうございます。